がりの方に行かない。皆様、長らくお待たせいたしました。新年明けましておめでとうございます。これよりですね、浜離宮恩賜庭園のお正月の恒例イベントでございます、新春の空に鷹が舞う法要寺の実演を行います。はじめに主催者を代表いたしまして、公益財団法人東京都公園協会理事長佐野勝彦よりご挨拶申し上げます。新年明けましておめでとうございます。大勢の皆様に浜離宮恩賜庭園のお正月開園にお越しいただきまして誠にありがとうございます。浜離宮恩賜庭園での法要術の実演は平成4年から開始いたしまして今年で26年目となりました。お正月の恒例行事となっております。東京都公園協会はここ浜離宮恩賜庭園の管理者として平成12年より主催をさせていただいております。昨年は残念ながら関東一円で鳥インフルエンザが報告されたということがございまして安全最優先の立場からやむなく中止といたしましたけれども今年は無事に開催することができて大変喜んでおります。法要術の実演にあたりましては先ほど演舞をしていただきました小野寺幸喜様が理事長を務められております NPO 法人東京臨海地域開発研究会にご協力をいただいております。浜離宮恩賜庭園は江戸時代には将軍の別邸がございまして将軍家の鷹狩りの場所としても知られておりました。現在園内の潮入の池のほとりでは将軍が鷹狩りの際に休憩所として使用した鷹の茶屋という建物が復元される工事が行われておりまして、今年の春には完成をする予定でございます。江戸時代の鷹狩りの様子を伝える施設がここによみがえります。また明治期以降も宮内省が伝統を継承するためこの庭園に天皇陛下付きの鷹匠を住み込ませ優秀な鷹匠が腕を磨き合って鷹狩りを続けるという由緒ある場所でもございます。このように鷹狩りと歴史的にもゆかりの深い浜離宮恩賜庭園で行われる法要術の実演は歴史と伝統の継承という観点から大変意味深いものでございます。また鷹狩りに関わる技は希少な猛禽類食や怪我などで保護された猛禽類の野生復帰訓練などの自然保護にも大変有効でありましてその意味でも未来に伝えていくべき重要な意義を持っております。法要術の実演を通して浜離宮恩賜庭園への造形を深めていただく機会となれば幸いでございます。また本日は向かいにあります三井ビルの屋上から大阪の急降下も予定しております。その素晴らしさをご堪能いただければと思います。以上で私からの挨拶とさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。続きまして本日の法要術の実演にご協力いただいております NPO 法人東京臨海地域開発研究会理事長小野寺幸喜様ご挨拶をお願いいたします。先ほど安治郎さんの
三方の顔もございますけれども、これが本館でございます。私ども NPO 法人東京臨海地域間研究会ではですね、この日第22回この法要日を行っておりますけれども、当然この浜離宮という素晴らしいこの場所もですね、公園協会の今臨長様からご挨拶いただきましたけれども、ずっとサポートをしていただきながら続けさせていただいております。なんとか、正月の大変大きな戦術地の中の一つに、数えられて、認められて、おります。今日明日、今日の午前中からもうと約1万人という大変多くの方にですね、まあ毎年見ていただきながら、この高層の縁日の深い浜離宮庭園におきましてですね、この鷹の実演、本日を行います。ぜひぜひ、最後までですね、楽しんでいただきたいと思います。そして、つい、先ほど、理事長様からもお話がございましたように、昨年、鳥インフルエンザのために、やむを得ずですね、昨年は、断念したんですけれども、それ以前、この右側にあります電通さんの、芝屋屋上から、はやぶさを消化させましてですね、皆さんに、見ていただきました。で、今年はこちらの前に広いビルがございますが、これは三井造船さんのビルなんですけれども、三井造船浜離宮、ビルディングの最上階、屋上の右の端に、鷹が参りました。そこからこちらに、鳩をめがけて飛んで参ります。まあ、初めて見られる方も多いと思います。毎年撮られている、カメラマンの多くの方々も、多分それが初めてになると思いますので、違ったイメージでお撮りいただければ嬉しいなと思います。まあ、ぜひですね、このお正月、一日見たか、三の日というのはございますが、まあ、富士山とこの鷹、正月の、まあ、縁起物としてですね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。それから、先ほどの強くの市長さんにもですね、毎年サポートしていただいております。ちょっとご挨拶をいただきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。どうぞどうぞ、もう長い長いお付き合いさせていただいておりましてですね、ずっとご一緒させていただいております。よろしくお願いいたします。はい。どうも、ご紹介いただきました地元の中央区長、矢田義先生でございます。浜離宮おいしい公園にね、このように大勢の皆様お越しいただきまして、誠にありがとうございます。この浜離宮おいしい公園、国の特別名勝、特別史跡、二重指定を受けている公園なんですね。こういうふうに二重指定を受けている公園というのは、全国に金閣寺、銀閣寺など6つしかない、公園でございます。そのうちの一つがこの潮入りの池で、有名なね、浜離宮おいしい公園、でございます。そこでの鷹の放流術ということで、今年はこの三井造船浜離宮ビルディングからのこの実演ということでございまして、まあ鷹がね降りてくるとカラスがねそれを邪魔するんですね。そういうところも面白い場面も見られるんではないかな、こういうふうに思うわけでございますが、大いにお楽しみいただきたいと思います。
おめでとうございます。ありがとうございます。小野寺様、矢田様、ありがとうございました。申し遅れましたが、私、東京都公園協会、文化財展課長しております、永田と申します。よろしくお願いいたします。都立の庭園ではですね、本日から、この浜離宮のほか、7つの庭園で、開園をしております。隣にございます、浜松町にございます、旧芝離宮本式庭園のほかですね、小石川後楽園ですとか、陸園ですとか、いずれも日本を代表する名園でございますので、ぜひ足を運んでいただきまして、お正月気分を味わっていただければ幸いに存じます。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、これより、諏訪流法要術の門下生の方に、マイクをお渡しいたしまして、実演に移りたいと思います。よろしくお願いいたします。大変長らくお待たせいたしました。諏訪流法要術実演会を始めさせていただきます。新年明けましておめでとうございます。本日は新春恒例となりました法要術実演会にお越しくださり誠にありがとうございます。こちらの浜離宮恩賜庭園は江戸時代から東京に伝えられる唯一のお墓場として国の特別名勝および史跡として保存されています。江戸時代は徳川将軍家が、明治時代は皇室の方々が道園内で魚釣りや乗馬、そして鷹狩りなどを楽しまれました。現在はお正月に限り特別に伝統文化を伝承するため鷹匠の技の一部を公開しております。皆様には日本の伝統文化である鷹狩りにつきまして、わずかではありますが鷹匠の技をご覧いただき、鷹狩り文化を想像していただければ幸いです。大変長らくお待たせいたしました。実演に先立ち訓練の一つであります輪回りをお見せしています。訓練中鷹を様々な環境に慣らすため、鷹匠は街中や郊外に鷹を連れて出かけます。これを末回しと言います。その前に一箇所を回りながら鷹に周辺を見せて、場所と状況に慣れさせる訓練を行います。それがこの輪回りになります。鷹は自分の縄張りの外に出ることを不安に感じる習性があります。このため鷹匠はその感覚を広げて、どこに行っても自分の縄張りのように自由に狩りができるよう、さまざまな環境に慣らすようにします。鷹が鷹匠のそばにいれば安心であると感じられるようになると、どこに行っても平常心で狩りができるようになります。私たち諏訪流法要術保存会は、鷹匠の流派の一つである諏訪流をもとにした技と心を学ぶことによって、伝統文化としての鷹狩りを後世に伝え残したいという思いで活動しています。諏訪流の発祥の地とされております信州の諏訪大社には、鷹で捕らえた獲物を備える新鷹の神事という行事があり、これを取り計らう神官であった大法院には、神の化身である鷹を転用する技が継承されていたと言われます。諏訪流の技は戦国時代以降になって武器に伝えられ、江戸時代には一部の鷹匠が幕府や地方の藩士に雇用されました。現代の諏訪流は徳川将軍家に仕え、明治時代以降は皇室に仕えた小林に提唱されたものが元になっています。宮内省に奉職された第14代小林太郎先生は、道場内で育てられた弟子たちに後を託されましたが、戦後は宮内省の鷹狩りが中断されているため、第16代花見薫先生は宮内省を退職後、民間人に後を託されました。当保存会では、指定制度の下で、
第17代高森善次郎先生と第18代を引居されました大塚紀子先生に指導を賜りながら諏訪流の技と心を学んでおります。この度は日々の努力の成果として技の一部をご覧いただき高狩り文化をご理解いただきましたら幸いです。実演に先立ち皆様にお願いがございます。鷹は非常に警戒心の強い動物ですので見慣れない動きを動きに驚きやすいためお子様は急に走ったりボール遊びをするなどを控えていただきますようお願いいたします。またご観覧の皆様の写真撮影は結構ですが鷹の視点に光が入ると驚く場合がありますので鷹の飛行中にフラッシュをたかれませんようお願いいたします。ではこれより実演を始めさせていただきます。この度このような実演の機会を与えてくださいました主催の公益財団法人東京都公園協会共催の NPO 法人東京臨海地域開発研究会の関係者の皆様に感謝申し上げます。またご観覧にお越しくださいました皆様に感謝いたします。それでは東北今回座流第18回大塚紀子ご一緒にご挨拶申し上げます。おめでとうございます。おかげさまで本年は、実演を滞りなく開催することができまして、感謝申し上げます。現在近年では、フライトショーですとかバードショーなどで、さまざまな鳥を見る機会が増えたかと思いますがここ浜力恩賜庭園はでの実演というのは江戸時代から伝わる将軍家のお酒場としての中での伝統文化を見ていただく貴重な舞台となっております。鷹狩りというのは、子どもからお年寄りまで楽しめる、障害スポーツでもあります。東海では、下は小学生から上は70代以上の方まで一緒に狩りをしたり日々講習会などで学んでいます。本日は短い時間ではありますが、楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。次に農家生を紹介させていただきます。手前向かって右側から東京都より参りました高森隆史です。千葉県より大塚隆史です。東京都より稲田です。静岡県より旧坂上穂です。山梨県より篠田隆情報です。東京都より菊池隆情報です。最後に私、千葉県より参りました高津原隆情報が司会を務めさせていただきます。不慣れではございますが、よろしくお願いいたします。それでは実演を始めますので、農家生は一度退席してください。なお今回の実演に対し
生きた鳩を使う場合がございます。これは鷹狩りを通して生態系における鷹と餌動物の関係を理解していただくため獲物を取るところをお見せしています。捕らえた鳩はできる限り苦痛を与えないよう配慮しておりますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。それでは振り返りということをお見せします。披露しますのは田子森隆と篠田隆情報大隆です。これは隆情と隆情が向かい合って立ちお互いの拳に鷹を呼ぶという訓練です。一見すると単純な技に見えますが非常に大切な訓練の一つとされています。大隆は精米と呼ばれる調教の担当者にいずらになりやすく他人の顔を見分けることができます。この傾向が強くなりますと人見知りのようになり他人に据えられるのを嫌がるようになってしまうことがあります。見事成功しました。このように鷹は狩りをするときに低空を飛びながら地上に降りている鳥に気づかれないように近づいて捕らえることがあります。このように風を受けずに低空に飛ぶには高い筋力が必要で若くて筋力の低い鷹は飛びながらこのような動きを身につけていきます。以上で振り返りを終わります。ありがとうございました。次に渡りという技を行います。披露いたしますのは篠田鷹情報大阪です。これは立ち木に飛べた鷹を鷹情の拳に呼ぶという技になります。たすきに鷹が止まりました。勢いが良すぎて違うたすきの方に止まっていきました。あちらがたすきに止まりましたので篠田鷹情報がそのまま今年に鷹を呼び戻します。以上で渡り終わります。ありがとうございました。それではここでお客様に鷹匠体験として
先ほど鷹匠が披露しました振り替えを体験していただきます。振り替えは鷹匠同士が向かい合って立ち、一方からもう一方へと鷹を拳に呼ぶという技です。呼ぶ方法は伝統的な鷹匠の一つでありますエゴーという道具を使います。なお恐れ入りますが体験は4名までとさせていただきます。希望者は挙手をお願いいたします。ただいま文科省が挙手をされた希望者の中から指名しますので、指名を受けた方はこちらへお越しください。こちらにお集まりください。では体験者の皆様には鷹匠より指導を受けていただきます。その間にご観覧者の皆様にはこの振り替えを行う鷹ハリスホークについてご紹介いたします。ハリスホークはモモアカノスリと呼ばれる南米原産のノスリの仲間で、20世紀に入ってから鷹狩りに使用できることが分かった新しい種類の鷹です。野生のハリスホークは巣立ちした後も親や兄弟と群れになって暮らし、共同で狩りをする非常に賢い鳥と言われています。またペットとしても一緒に暮らせる慣れやすさから、今では愛好者が非常に増えておりますので、皆様も CMI 映画でおなじみになっているのではないでしょうか。それでは準備ができたようなので振り替えを行っていただきます。なお体験者の皆様には体験後ご感想を伺いたいと思いますので、帰らずにこちらの方でお待ちください。見事に決まりました。見事に決まったようです。見事に決まったようです。
まりました。野生のトビがこちらを見張っているようです。見事飛び立ちました。餌には反応しております。餌に待ちきれないようです。見事成功しました。それでは体験された方にご感想をお聞きしたいと思います。体験された方はこちらへお越しください。ありがとうございました。それでは体験された方にご感想をお聞きします。スイカをやってみていかがでしたか？近くで見ると思ったより顔がすごく可愛くて体も軽くてとても楽しかったです。あちゃんやったよ。ありがとうございます。それではスイカをやってみていかがでしたでしょうか？すごく軽くて止まられた時ちょっと止まってきたから、なんか本当に鷹は軽いんだなって思いました。ありがとうございます。振り返ってみていかがでしたでしょうか？昔お父様たちが鷹狩りを好まれたというふうなお話を直接子孫の方々がよくお聞きすることがあります。鷹がすごい軽くて重いというふうにお聞きしてたんですけども、かなり軽くてふわっと来るのですごいいい体験をいたしました。今でも役立っていると思うんですけども、昔も鷹狩りというのは普段でも鷹匠の方々がいろいろな仕事をされてたというふうなことを聞いてますので、今後も頑張っていっていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に振り返ってみていかがでしたでしょうか？3年前に一度こちら見に来まして、体験しているのを見ていつかやってみたいと思って夢が叶って最高に幸せです。
で今おっしゃったようにすごく軽くふわっと止まるし、あと目も優しくてすごくツヤツヤしてて可愛くて今目があって惚れてしまいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆様、体験された方へ大きな拍手をお願いいたします。また、今日参加してくださった体験の方々には記念品を差し上げます。以上で鷹匠体験を終わります。ありがとうございました。赤尾祭りの急行が行います。披露しますのは高森隆史旧高城府です。これは浜離宮三井ビルディングに待機している高城府の手から放った鷹を地上の鷹城が釣り鳩で呼び、この芝生の上に下ろすものです。ご存知の方も多いと思いますが、ビルの屋上は風が強く、ビルの谷間には非常に複雑な風が吹いています。このためちょっと軌道から外れるとビル風に吸い込まれ流されてこちらを見失ってしまうことがあります。また県内を縄張りとするカラスたちは追い払おうと攻撃に来るため、鷹も思うように飛ぶことができない場合がございます。その場合にはこちらが迎えに来てあげることになります。この日のために鷹城と鷹は訓練を続けていましたが、それでも強いのですので、予測した通りの動きはしないものです。予想外のことが起きる場合もありますが、それも実演の一つとしてご覧ください。それでは、浜離宮三井ビルディングにいる、ただいま地上にいる高森隆史が三井ビルディングの上にある赤尾祭りを呼んでおります。ところ赤尾祭りは地上の呼び子には気づいているそうです。
やはり浜離宮という大舞台のためか少し緊張しているようです。今大祭りが飛び立ちました。遠方の木の方に止まったようです。大きくカラスが集まってきました。解説を行っていただきます。大変お待たせして申し訳ありません。この赤おむりという種類はですね、アメリカではよく好まれて使われているんですけれども、日本ではどちらかというとこう代謝の低い種類と言われていまして、のんびりした動きが多いんですね。で、食欲以上にこう周りを見てから動きたいようで、今カラスとかトビが寄ってきているのはこのいわゆる地付きのですね、地元の鳥たちがよそ者を追い払おうとして寄ってくるんですけども、普通そこの訓練はどこにおいても鷹を、使えるようにするために飛ばしては訓練してはいますので、どこか逃げていたいというよりは、休みながら様子を見ているという形のようです。この間を見て担当の鷹匠が迎えに参りたいと思います。もう少々お待ちください。
尾祭りは仕上がっておりませんが、実演の締めくくりとなります大阪の飛び流しに移りたいと思います。披露しますのは稲田鷹城と大阪です。これは実際の鷹狩りを想定した仕上げの訓練であり、鷹の目の前から急に飛び出した獲物に対して鷹城は阿吽の呼吸によって鷹を押し出すようにして放ちます。これを合わせと言います。日本の鷹狩りの特徴の一つはこの合わせによって鷹と鷹城が一体となった動きを追求するところになります。これによって鷹城は鷹に初速をついてやることができ、鷹も獲物の飛び筋に合わせて追うことができます。実際の狩りにおいてこの陣容一体となった動きをすることは簡単ではないため、鷹城は鷹と通じ合うため日々訓練を行っております。呼び込む合図とともに放送機より鳩は飛び出します。それではお願いいたします。大阪の飛び流し終わります。ありがとうございました。以上で実演を終了いたします。マンガ生は整列してください。本日はご観覧いただき誠にありがとうございました。私たち諏訪流法要術保存会は日本の歴史ある鷹狩り文化を伝承するため努力してまいりますので、今後ともご理解ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。写真撮影、ご質問などはご自由にしていただければと思います。なお、当保存会では鷹城を目指す門下生を随時募集しています。ご興味を持たれた方は Facebook またはウェブサイト鷹城の遊戯までお問い合わせいただきますようお願いいたします。また、当保存会に鷹または鷹城の写真を提供していただける方も随時お待ちしています。以上になりますが、最後までご清聴いただき誠にありがとうございました。
ました。大高でよく使ってくれてますから。大高が好きな方は、聞いてみてください。名前とかあるんですか？あ、皆さんつけていて、これは銀霊って言います。そうですね。はい。何歳ですか？3歳ぐらいです。何歳で大人ですか？大人ですね。もう1年目、当歳ですね。生まれて半3ヶ月くらいから訓練始めました。まあ半年くらいです。オスです。
こう見慣れてしまうと、うん、ダメだ、やりやすいという